田敦子としてのステージでしたけども、はい、ソロ前田敦子と AKB 前田敦子の違いはどこになりますか？やっぱ何だろう、まず曲調とかも全く違うものを歌わせてもらってるので、そうですね、あまり盛り上がれる曲とかは私のソロの方は少ないかもしれないんですけど、まあ聴いて一緒にこう乗ってもらえればいいなっていう曲が多いですね。はい。AKB 前田敦子としてはどうですか？まあもうとにかく、こういうライブだったら一緒に飛んで跳ねてジャンプして笑顔いっぱいでっていうステージの方が多いので、そうですね、あんまり違いとかはないと思うんですけど、曲次第ですかね。